プレイミュージアムは、テーマが絵と言葉っていうことにしています。絵だけではない、あるいは言葉だけではないような表現をこう融合したような、常設の方が、ハラペコアムシで有名なエリック・カールさんの作品を、まあ、アメリカのエリック・カール絵本美術館と、企画を共同 で同時に行われる展覧会の企画展の1回目は一番最初の展覧会ということで、プレッシャーにも感じましたが、何をしてやろうかということでちょっと、2人で考えました。スプラトゥーンは10周年なんですね。それで、今回はプレイをやるにあたってですね、顔をテーマとしていろいろな顔の展覧会、プレイならではの遊べるような、で来場者とかお客さんとかもやっぱりこうちょっといじくってみたいなと思ってましてね、各来場者の他人同士もですね、ちょっとお互い見て笑ってしまうようなこととか、そういうことも考えながらいろいろと今、ワクワクドキドキしながら準備を進